元スマップはなんで民放に出られないのっていうことなんですが、あ、そんなん検索すれば秒で出てくるんで見てもらったらいいと思いますよ。はい。あのね、芸能界ってなんか、無駄に結束力強いんですよね。だから本当に。だから僕も多分、僕もね、あんまり大きい声で言えないんですが、昔、某事務所にですね、誘われたことがありまして、断ったんですよ。そしたら、今まで自分が出てた番組から急にオファーがなくなったんですね。で、調べたら、その番組はその、僕のことを誘った某事務所が完全出資の、番組だったんですよ。はい。だからそういう意味で、あ、なるほどね、っていう話ですね。はい。っていうのは結構全然あります。はい。だから、なんか大人げないですよ。業界が本当に。自分たちで固めるためにやったんだ。だからある意味、ヤクザが国と結託して、あるいは一部の議員と結託して、国民の共有財産である電波っていうのを好きに使っていたっていうのがテレビですね。で、実際にテレビっていうのは、まあ、MX とかは別なんですけども、ほとんどのテレビは、国の土地の上に成り立ってるんですよ。国が持ってる一等地のをですね、クソ安く借り上げて、その上にですね、立ってるっていうのがテレビ局なんですよ。で、その上、より電波法で制限されてテレビの電波っていうのを、独占してるっていう不思議な状態にありまして、だからこれはさすがにテレビとか芸能界の闇っていうのを、まあ、政治家とか国が見て見ぬふりをするっていうのはできないよねっていうふうに思います。本当に表に出たらね。だから何度も言ってますけど、バレると困る人が多いんです。はい。ただそれだけです。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。